何も挨拶しなかったけど、イエーシット様に聞いたかな。私もキーブレード使いになるために修行に来てます。今まで君たちが旅から戻るのを待ってるだけだったけど、少しでも役に立てればと思って頑張ってます。魔法使いマーリン様は時間を超える魔法が使えるみたいで、ここでは時間を気にする必要がないそうです。すごいよね。一緒にリアも修行してるんだけど、何度も何度も私に謝ってて、もういいよって言ってるのに、ずっと謝ってばかりです。最初はちょっと怖かったけど、修行の合間に話すようになって、リアにも助けたい親友がいるんだって知って、なんだか憎めない人だなって思ってます。時々、じっと私の顔を見てるから、どうしたの?って尋ねると、わからないけど、思い出さないといけない気がする、と言います。それって、きっと君の旅にも関係あるのかな?君の旅は多くの人を助ける旅でもあって、これから出会う人たちもそうだけど、こうして出会った人たちも、君の助けが必要なんだと思います。旅は大変だと思うけど、これからもずっと、元気で明るい空でいてね。君の笑顔が多くの心を救うから。どうしたの?いや、ごめん。また。あ、ごめん。手紙か?うん。空に?空に当てて書いてるけど、渡さないから日記みたいなものかな。マーリン様に頼めば渡してくれるだろう。うん。でもいいんだ。空に話しかけるように書いてると落ち着くだけだから。ふん、そっか。あ、これ。え、どうしたの？マーリン様に頼んで買ってきてもらったんだ。今日ほら、二人ともキーブレード出せたから、お祝いってやつ?ありがとう、リア。いや。何?いや、別に、その。思い出さないといけないことってやつ?おいや、おう。明日はさ、二人で組手ってやつやるんでしょ?ああ。手加減はなしだよ、リア。ごめん。どうしたの、リア。涙が。日が目に入っただけだ。リア。俺、先戻るわ。ごめんな。リア、もう謝らないで。わかった。じゃあ俺からも。え?リアじゃなくてアクセルでいい。記憶したか?うん、わかった。アクセル。